右衛門の神は糸痛く思いしめりて、ややもすれば花の木に目をつけて眺めやる。大将は心知りに、怪しかりつる御簾の隙影思いずることやあらんと思いたもう。糸端じかなりつるありさまを、かつは軽々しと思おらんかし、いでや、こなたの御ありさまの、さはあるまじかめるものをと思うに、かかればこそ世の覚えのほどよりは、うちうちの御心ざし、ぬるきようにはありけれど、思い合わせて、なお、うちとの用意、多からず言い訳なきは、老たきようなれど、後ろめたきようなりやと思い落とさる。最小の君は、よろずの罪をも、おさおさたどられず、覚えぬ者の暇より、ほのかにも、それと見立て祭りつるにも、我が昔よりの志の印あるべきにやと、ちぎりうれしき心地して、あかずのみ覚ゆ。柏木右衛門の神は、大層深く思い沈んで、ややもすると、花の咲いている木にも、目をつけて眺めやる。花の咲いている木に、ぼーっと花を見るともなく目をやって、眺めやる。例の眺めの気分ですね。物思いに沈んでいる。恋の物思いに沈んでいる。平安朝の眺めの文学の気分です。大将は、心知りに、その柏木の思いのほどが分かっているからして、怪しかりつる御簾の隙影思いずることやあらんと思いたも、なんとも不思議に心に残った御簾の隙間の面影、それを思い出していることであろうよとお思いになっていらっしゃる。あの時、女三宮が大層橋鹿であったそのありさまなど、一方では軽々しいと思っているのであろうよ。つまり柏木は心に惹かれながらも、あんな不用意な女三宮の振る舞い、それを軽々しいと思っているのだろう。いでや、こなたの御有様の差はあるまじかめるものをと思うに、かかればこそ世の覚えのほどよりは、うちうちの御志ぬるきようにはありけれと思い合わせて、なおうちとの用意、多からず言い訳なきは、うぬんと。で、またこう夕霧の心の中に帰るわけです。こなたの御有様の差はあるまじかめるものを、こちらのつまり鯛の上の、すなわち紫の上のご様子は、そうではあるまい、あんな風ではあるまい、あんな風ではありはすまい、実はちょっとよく似た境遇で紫の上のちらっとした面影を見ている夕霧の心の中の思いですから、面白いわけですが、こちらの鯛の上の
紫の上のご様子は、そうは、そうではなかった様子を思うにつけて、かかればこそ世の覚えのほどよりは、うちうちの志うぬというふうな、だからこそ、世間の覚えのほど、女三宮に対する世の中の思いのほどよりは、評価の程度よりは、うちうちの御志、これは源氏のお気持ち、源氏の君のうちうちの御心のありようは、ぬるきようにはありけれど、おろそかな程度であるのだと思い合わせて、このお二人の違いを考えると、源氏の君の女三宮に対するお気持ちが、あれほど身分の高い方では内親王という身分の高い方ではあるけれども、三宮に対しては愚かなようであるのだと思い合わせて、それもなるほどと思い合わせて、なおうちとの用意多からず言い訳なきは、そのことからなお思い及んで、自分についても「うちとの用意多からず言い訳なきは」、うちについても外に対しても資料が十分ではなく、幼げにいらっしゃるのは、姿は美しいようだけれども、信頼できる点では気がかりに思われるのだと思い落とさる、軽く判断せられることだ。一遍かかればこそから言っておきますが、こういうわけだからこそ、世間の覚えのほどよりは、源氏の君の内々の御心のありようはおろそかなようであるのだと思い合わせられて、やはりうちとの用意多からず言い訳なきは、うちと、うちは自分に対してですね、女三宮自身、自分についても、そして外に対しても資料が乏しくって幼くいらっしゃる様子は、ちょっと見には可愛いようであるけれども、実は後ろめたきようなりやと思い落とさる、信頼できぬ様子だと軽んじられることなのだ。最初の君はよろずの罪をおもおさおさたどられず、覚えぬ者の暇よりほのかにも、それと見立て祭りつるにも、我が昔よりの志の印あるべきにやと、ちぎりうれしき高知して、開かずのみ覚ゆ。
でそれに対して柏木の君は女三宮についてよろずの罪をもおさおさたどられず、あらゆる点での欠点が全く思い当たることができなくって、思いがけず物の間からほのかにそのお姿をお見申し上げたことにつけても、それは我が昔よりの志の印あるべきにやと、自分が以前からこの方をひたすら思ってきたその効果があったことなんだろう、現れたことなんだろうと、前世からの因縁が嬉しく思われる気持ちがして、すっかり三宮に対して夢中になって、心が傾いていった。まあ二人の若者の気持ちの違いですが、夕霧の方が当然冷静に受け取っているわけで、柏木の方はもう夢中になってしまっているわけです。だんだんとこう柏木の心がこうせり詰まっていく、ひたひたとこう夢中になっていく様子が、夕霧と比較することによってこう具体的になってくるんですね。